録音しました。今週は、ビーツジャムセッションボル2なんですけど、一応基本的にポートレートを考えるっていうのを、2ヶ月に1回開催してるんですけど、今回は、冬のポートレートなんです、ちょっと一応 DM がこれは冬やったんですけどね、これは冬やったんですけどね、入って左回りから、今日は意外に思ってたより出店者がこんなに集まってくれると思う。あのボル1はね1名です広亀、あの広亀さんじゃなくて、あの広則さんと僕と足立さんと3人で地味にやってました。1回目はこの富一店の時は結構出てたけどね。だからこんだけ出てきていただいたんで僕はちょっとあの嬉しいです。ほんで一番入って左の壁から、矢本さん、はい、はい、ちょっととりあえずしました。もうね、あの S 写真ですね。いやもう寒そうなんですよ。痛いこれ死にますよ。ほんまにこの状態。これはほんのもあれですよね。今年行かれたんですか？それはね、ちょっと33年ほど前の写真、はい、だから色がなんかちょっと、ちょっと違いますね。かね、だから服装がね、昭和やなもんだ。ちょっとはやっぱり今のと違います、ね、これ思い出の違うんですか？え思い出のそれ、まあまあ、ヤンキーなんですよね。え私の嫁さんです。えマジっすか？嫁です。いや、これがね、他とね、なんかね、違うんですよ。なんか、あの、まあ、全体で言うと、この4枚、まあ、中に2枚入れてるやつがあるんですけど、で、こうあって、こうあって、え、これなんで嫁入れよう？あ、雪吹くだけですか？たまたま撮ってたね。はい。いや、その頃、ポートレートと思わなかった。ああ、いや、ほんなもね、なんか映画のなんかワンシーンみたいな。それは個性ですね。ああ、これ嫁になってからですか？いや、前です。あ、そうですか。22、23ですよ。いや、聞かな、分かれへん。なんかね、服装がね、ここだけの話、ちょっとやぼったいな、思ったけど、今じゃないな、思ったんですよ。そりゃ、その30何年前から。この時、いくつ？3年ですよ。23ぐらいですか。あ、そう、今もこんなのかね。まあ、もういやいや多いですね。これどこなんですか？あ、間違った。これはどこで撮られた？その岡山です。あ、これ後ろに映ってるの、これは滝ですね。鮎登りの滝です。温泉ではないんですよね。その前が温泉なんですよ。ああ、貸し切り温泉です。はいはい、これはどこですか？それは湯村ですね。あ、これは温泉地でいいんですね。温泉。やっぱみんなが驚いたのはやっぱりこれでしょ。これあのね、あえてねアップで撮らなかったけど、ね、悲しい写真。あのおとつい本人から聞きましたよ、ね、僕の、はい、あのもう感覚なかったりしましたね、はい、これはどこですか？夕日ヶ浦温泉。あ、日本ですね。はいはい、夕日が有名なんです、うん、いや雨降ってるんですか？雨はい、はい、風もすごかった。はいはいはい、香りバチバチで当たって。いや、だからあの冬のポートレートやから別に防寒着て、あのフード着て、あのマフラーして撮っても良かったんちゃうんですか？なんであのこの薄着にさせるっていう、それが撮りたかった、ね、あ、この冬やのに薄着にさせるっていう、このS でしょね。ねえ、これでこれで、でまあ最後ね、この嫁出すって、嫁ちゃんと服着てるじゃないですか。いやいやいや、今回はどんな感じでやったんですか？まあ、これ雪降ってるのはやっぱりいいなと、はい、はいはいはい、いや今回ね、ほんまにあの冬のイメージはね、次出るあの内藤さんと2人だけでしたけどね、そのちゃんと真面目に守ってた人。はい、
や、ほんでも実際あの雪の風景が入ってよかったです。これ2人雪入ってなかったらね、かなり僕責められる。でもなんかあの今度ほんなら夏に毛皮着てこの発想で言うな。ね、あのもう冬にこんな薄着させるんやから夏に毛皮っていうのいいんじゃないですか。汗だくで。そしてあのその隣に、高内藤さん、ちょっと待って、あの僕も昔から名前は知ってたんですけど、すごい謎の人物だったんですけど、あの、はい、今ちっちゃく映ってるんですけど、高内藤さんのやつが、これ場所はどこですか？これね、滋賀県の湖北なんですけどね、牧野町にある、あ、はいはい、セコイアの並木で2キロの直線道。はいはいはい、これはもうこの日は雪降ってない。この日はね、前日までがね、はい、大雪で、はい、もう湿ったもで行ったが、はいはい、カンカン照りでね、じゃあ俺もある意味モデルさんは楽やったね。モデルさん汗かいてヤブさんに比べたよね。そうそうそう、2人汗だくでやってたんですけどね。はい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 、でもまああのこのやっぱりこの並び綺麗ですよね。そうですね、この場所のホームグラウンド。あ、これ車止めれるんですか、横に。車は横の、まあ、脇道にちょっと入れて。あ、通行量は少ないですか。めちゃくちゃ多いんですよ、荒れてたから。ほら、あ、雪降ってたら観光客おれへんねんけど、はいはいはい、たまたま晴れたから、はいはい、だからもう人が来るんですよ、雪の写真を。はいはいはい、はい、いや、いい場所ですもんね。もうそれを持ってたしたら片付けなあかんって、はい、あ、はいはい、速度に立ってて、はい、あともう一個謎がこ の, あのカラスなんですか。カラスが ね, こ, のねこれは結構 あ, のあれですか、あのよく使われるんですか。今回初めてね。あ、衣装が黒くてイメージがちょっとあの冬のはい、はい、ついあの雪の中の、はいはい、あの雪黒の花嫁いう感じでね。ああ、はいはいはい、闇を取りたかったんですけど、はい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 、カンカン照りの真っ青のコスチュームは結構合ってますよ ね, ね、こう白いところに黒に黒がね、ねえ、これちなみにこのカラスはどこで手に入れられるの。カラスは一応あのあれですね、アマゾン売ってますので。ああ、1250円。えっ、そんな安かったですね。みんなにあの2000円、そんな安かったです。 L と L がありますね。これは どっちですか。え、これ L、 これ L です。あ、どっちもカラスなんですか。カラス、カラス以外もあるんですか。ハトとかいろいろあるんですか。いや、カラスで検索して出してきて、あー、そうじゃなかった。いやいや、カラスこんなん持ったらどんだけ、いやいやいや、いや、これね、たぶんね、これだけやったら僕もあれと思いました。たぶんね、鶴見の口のカラスだったら餌こうやったら手に乗りようかと思ってた。カラスですよ、カラスです。あの飼い鳴らされてるカラスですよ。ほんまですか。結構あれですね、これもコスチュームから全部決めて、決めて、場所決めて、はい、韓国の花嫁いう、このか、あの傘もそうです。傘もそうです。小道具、小道具、あ、はいはい、基本的に全部買いますから。え、これ傘も買われた。傘も。え、コスチュームは買ってない。買います。え、全部用意して。全部自分で、自分のなんかモデルさんと打ち合わせしてから紹介するから、はいはい、2人の作品を使って。はいはい、ほん新品買うってことですね。で、買ってない。え、家帰ったら自分が着るんですよ。プレゼントしますけどね、モデルさん。え、プレゼントするの。そうそうそう。それって、え、僕よくわからないですけど、そういう人多いんですか、買ってプレゼントするんですか。だからほとんどね、まあ、多分モデルさんにカメラマンさんは、はい、こんなイメージでこんな服ないね、普通はそうですよね、持ってきてっていう、持ってきてから、それから自分のイメージができないですよ。はい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 、服って自分が買うのでその場で、はいはい、だから僕はいつも買うんです。え、カラスはどうしたんですか。カラスも、え、カラスですか。カラスもはまた車のトランク。ああ、これはあげてない。いや、一式もらえるんかな。いや、まあ、
ねえ、カラス3匹ぐらいいる持ってるやつ怖いですよね。いっぺん潰た衣装がやっぱりもう使えないですよ、こういう個性のあるやつはね。いや、ちなみにこのドレスおいくらぐらいです？これ6000円ぐらいです。あ、ああ、それもまあ、あの全部1万円ぐらいはかかる。そう、かかります。すごいですね。それで初めからそんなスタイルで。そうね、写真展に出展するのはもう、はい、そういうスタイルであります。いや、ある意味正しいですよね。そうですね。というか、反対にだから誰かに撮られた服装じゃない、自分のためだけを。そう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 、やっぱりどっかでモデルさんに持ってきてくれて、絶対どっかで使ってるんですね。これある意味正しいけど、それが普通なんで大変ですよね。大変ですね。世界はそんなに出店しないですけど。ああ。まあ今回この本当はこれで雪降ってほしかった。そうそうそう、これ雪降ってほしかった。ああ。いや、期間が危ないもんですね。いやー、すごいなー。いやいやいや、高なりさん。あれですか、レジタル、レジタル。え？レジタル、レジタル。プロデュース。でなんかこう容器を合成させたとか、そういうことはあんまりしない。は今回はしてないですね。合成はね、使わないですね。ちなみにカメラなんですか？カメラはこれはオリンパスの BM1 ですね。あ、結構広角ズームなんですか？引きの分はパナソニックの12、28、28投資です。ちょっと寄り気味っていうか、望遠気味の。望遠はね、オリンパスの8分の1.8。はい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 、スーパーレンズで、あ、後ろの方からヒットが出てくる。あ、でもこの普通これ撮ってたらこれダメですよね。道の真ん中で、道の真ん中で車通ってるんですよ、ガンガン。車ガンガン撮ってないですよ。あ、これなのも向こうから来てる人、運転手びっくりするんじゃないですか。カラスもガンガン。いやいや、やっちゃうから。通報されますよ。いや、もうあのね、観光客さんもみんな真ん中で撮ってますからね。ここは真ん中で撮ってます。ああ、いや、わかんないけど、カラスですよ。いやいや、はい。そして、ここまでがなんか冬のポートレートって感じで来たんですけど、次、秋になります。次、ちょっと、次は、広亀さんでいいですか？はい、はい、広亀さん、あ、そうですね。登場してください。スペシャル。あ、モデルさんがひろみちゃんっていう。ひろ、名前出しようか。あ、全然大丈夫。ひろみちゃんとまだ、はい。はい、ひろみちゃんを、ひろかめさんがひろみちゃんを撮ったんですけど、はい、これいつ撮られた？これ2月の8日です。あ、この間じゃないですか。この間です。でもね、全然冬かない。でもこれすごく寒かったんですよ。いや、プロ根性で笑顔に。これだけは室内。ああ、はいはい。これ全部1日ですもんね。これ1日です。ああ、広川さんはコスチュームとか割とうるさく言うタイプですか？まあ、この時は一応打ち合わせして、ひろみちゃんが持ってる服でって言われて、はい、撮ったんですけど。はいはい。で、ほな、これ2着ぐらいなんですか？いや、もうこの時はもう結局1着だけ。あ、で、そうかそうか。上 の、 あのコートを脱いだ、はいはいはい、状態なんで、はいはい、白いシャツ。あ、これはこれはあのウェディングベールを僕が持ってて、それをマイウェディングベール、マイウェディングベール、マイ、あの3メーターぐらいあるやつ。それは買われたの？買った、買った。4枚ぐらい。いや、なんか聞かな、わからないことないよね。車のトランクに。それはやっぱりイメージ好きなんですよね。その被った女の人。だから検問に遭うとちょっと偉い。危ない、ちょっと危ない人なんですけど、大丈夫かもしれない。だから、はい、ワークもね、はい、ワークメインのドレスも、はい、あと、はい、それは、自分で用意するんですか、評価で。自分で買いました。え、今回のこれは、これはひろみちゃんの。あ、僕はもうこれね、いいなと思ったんですよ、このコスチューム。ただこの帽子はひろかめさんです。あ、はい。ロリータ用の衣装のセットの広上さんをもう一回映しましょう。広上さんは今回この中で一番年齢高いです、はい、もう黄金様ですから、はい、こういうのはどうやって買いに行くんですか？ネットですね。高い。
はいはい、でもやっぱりその自分がその撮りたいイメージがどうしてもそのこういうかぶり物が好きなんですよ。いやじゃなくてロリータのやつはたまたま下からさんの撮り方で頼まれて、はいはいはい、それでいろいろ探して、あ、これこっちのこの帽子とかこの感じですか、のあのロリータの服、はいはい、それを白と黒を2着買って、はいはい、モデルさんに着せて、はい、撮ったっていう、あ、はいはいはい、そういう展示で合わせて衣装を買って、はい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 、まあ、あとワークも結構好きなんで、あ、そうなんですか、長襦袢とかそういうのも古着屋さんで、それはエロ、エロ、エロ入ってるんですか？エロちょっと入ってますね。ちょっと崩れ、崩れてる、崩れで。え、ひろみちゃんはそれはあるんですか？あります。ちょっと待って、みんなのイメージを湧き立てた。一番最初にこの人が着崩れてるっていう。一番最初に撮ったのそれ。あ、一番最初に撮影したのは、が着崩れやった。まあ、最初普通の服で、私服で。その後、着物を下位置で、その時どんな感じだったんですか？どんな感じ、あの肩の方でね、撮影したんですけど、あの方だと肩の方だ、ロケで着崩しですか？そう、畳の部屋で着崩しじゃないし、ロケでロケでロウソクですね、ロウソクをロウソクだらしだらしではない、だらしではない、おかしい人やと思いませんでした。いや、あの、もともとその、はい、違う方もそう同じような感じで撮られて、天気はこんなんですよっていうのを聞いて、情報は入ってたんですよね。はい、情報はもう得てたんで、はい、で、それは何か展示されたんですか、その一発目の何件でしたっけ、それ見たいな、それほぼここに映されてるようなこんな笑顔じゃないですか。こんな笑顔ではないですね、こんな爽やかじゃないですね。あの、これで着崩させてたらね、ちょっと危ない人になってますけど。あ、そうなんですか。あの、クリスタの時に出店してました。ああ、まああれはどっちかというとそんなにエロくない。あ、二回目の。あれは。ひろみちゃん的にこの中で、今回この中で一番個人的に好きな写真どれ？個人的に。はい。あの、ここだけの話、一番好きなやつ。必然的に嫌いのも聞きますけど。好き嫌い一枚ずつ選ぶとしてどれなんですか？え、基本的に可愛いのがやっぱり好きなので、はいはい、あの、ちょっとお花と。あ、これ？あの、右の。あ、右。え、右上ちなみにこれは嫌いな方に入ってて、もし選ぶ、ほんまに？これは、うん、あの、私の前髪の癖がちょっとあの割れてるの分かります？割れてますね。この割れてるのが気に入らないんです。ここが割れてなければ、あの、乙女心分からないけど、乙女心的にこの割れてるのはちょっと全く気にならないけど、確かに今は分かれてないですね。あ、すごい、ここね、いつもこうしてるんですけど、これが好きなのね。そうですね、こういうなんかちょっとこう割れてないもんね、頭とか、はい、あの、ちょっと、まあ、はい、異世界の感じのする、そのススキの前のとかは結構好きなんですけど、僕もこれね、はい、これそのまま炊いてますよ、ね、炊いてますよ、意外にデクネちゃうな、そう、この異世界感が好きなんですけど、冬っぽさがね、ちょっと入ってるよね、秋かな、みたいなね、僕もこれは一番なんか、ある意味、彼女の良さが一番出てる、 ありがとうございます。これ割れてるから嫌な、そうですね、基本的にあの嫌いな理由言われてるからっていう。いや、まあ、でもね、表情はすごい、表情はでも私もあの好きだなと思います。あとちょっとここが、うん、もうちょっと埋めてほしいね。そんなにそこまで用意しない。ああ、いや、ほんでもね、どうしてもなんかね、うん、若い可愛い感じのね、こういうのが撮られたらいいかなって僕は思うわけです。でも実はね、実はまあ物思いにふけてるこういうやつの方が、こういうやつとか、あ、はい、これね、うん、でもね、表情的にもこれ一番君の良さ出てると思います。はい、結構ね、この時遊んでたんですけど、はい、やっぱりそれ、これが一番いい、この目線っていうか強いですね、うん、どうしてもね、これね、なんかね、あの、マクドナルドみたいな。うん、そうそう、なんかね、これはもうほんまに定番じゃないけど、はい、でもなかなかこれはね、だから誰にでもこうね、こういう笑顔でやるんですよ。これはなかなかね、ある意味、うん、これがまあ演技でやれるとしたらすごい、うん、なかなかのものだと思いますよ。この顔はほんまにね、いいと思います。一応本業は女優さん。そうですね。あの、もうちょっと女優にしてますけど。
あ、出ました。結構何年ぐらい撮ってるんですか？3年。え、結構長いですよね。4年って長いですよね。まあいつもそんなにしょっちゅうじゃない。はいはいはい。ひろかみさんから思う、まあ、あのひろみちゃんの一番良さは何ですか？良さ。はい。だからね、良くなかったら撮らないじゃないですか。うん、またこう次撮ろうとしてる良さっていうのは。まああの可愛い表情もあり、はいはいはい、で女らしい表情、はいはいはい、まあ色の多面性も、はいはいはい、まあそれ引き出せたらなっていうのは、ああ、はいはいはい、だまあこういう笑顔のもありながら、はい、これがあってでまあその大人気崩したやつね、また崩したやつで今度なんかちょっと見たいですよね、はい、ありがとうございます。はい、そして、銭湯さん、はい、はい、ちょっと待って、はい、まだね、ある種一番異色ですね僕これ送られてきて、ね、あの2人の時なんか間違いかなって、ね、これはね、うん、この組み合わせね、このそうなんですよ、まあこれ今回の写真のために撮ったわけじゃなくて、はい、まあある人からパッまあ、頼まれて、はい、まあ、記念に撮ってくれて、はいはい、撮ったやつなんですけどね、はい、でその中でこう中とか撮った中で、はい、その焼いたの2枚が、まあはい、あれこれこうしたらなんかこう、あ、なんかトランプみたいですね、そう、この音が絡むじゃないですか、はいはい、絡むことによってその、怖いですよ、そこにその生命、そう、慈しむみたいな感じが、まあ、こう丸く、でもこれなんか演技じゃないですもんね、モデルさんはこうちゃんとほんまに我が子を、ただね、このこれ論議あるのはこれを逆さま向けてええもんかどうかっていうとこぐらいです、まあこのビジュアル的にね、このラインが綺麗ですよね、だからそれはちょっと気になるところがありますね、だから女の人はどう思うか、なんか坂子みたいななんかね、このね表情はすごく僕ね、極端に言ったらこの2枚だけで良かったかなって気も、はい、ある種、ね、うん、これをこう1枚もん でちょっと話してこれがね、うん、あるっていう、だからこの関係性はね、誰かなってめっちゃ若い嫁もうてんかなっていろいろ考えたんですよ、僕なりに、はい、これはいつ撮られたんですか？これはだからね、あ、くらいなんですか？今度はもう生まれてられる、もう生まれてるね、え、いやだから千都さんの写真僕全然見たことなかったんで、でもね今回やっぱりモデルの写真若い女の子とか、まあ必然的に撮ってるのがおっさんが多いんでどうしてもそっちは出てくるんですけど、こういうラインでねあるのも僕はポートレート、ただ坂さま向けてるのは僕もこれは面白いからだけではちょっと難しいところがあるなと思って、でもまあこれはこれで僕はみたいな感じでした、あ、こうずーっとくる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 、そうそうそう、なんか無限時刻みたいな感じでこっちにそれがあって逃げ帰り、はい、なんかこうある種その攻防したみたいな、はいはいはい、のがあるな、はいはいはい、これほんまに背景がね、こうなんか外の光っていうか良かったですね、これ、うん、いやモデルさんの表情は僕ほんまにこれ指示してできるもんじゃないなと、はあ、これで脱いでるやつもあるんですね、もうちょっとなんか僕絶対あると思うんですよ、これで変えるわけない多分ありますよ、ね、あまり生々しいよね、いやほんとその時ってやっぱり要はまあね、なんか妊婦さんヌードってあるじゃないですか、なんかそのエロスじゃなくてその生命のね、だからこの窓側でこうちょっとシルエットみたいなの絶対撮ってると思うんですよ、あるんですよねいやいやいや、はい、なんか次また違うテイストのやつ、卵、はい、そして、今回、来られてないんですけど、伊坂さん、初めね140センチ枠って言ってるのかかわらず1枚しか持ってこなかったんでちょっとだけ切れました、僕は頭で。でもまあ本人は頑張って、なんかカメラをこの録音もできたんですよ、あ
でカメラを変えたから今ちょっとなんかつかめない、でも新しいカメラで撮ったっていうので、でもまあこの髪の感じはねすごくいい感じだったんです。まあ最近の撮りはい、レンズはレンタルでした、高いから。あ、はい、で、その横に、大悟さん、ちょっと、まあ、前富井店の時大悟さん出てもらったんですけどほとんど寝てました。今日は起きてますよね。はい、でいつも、まあ、僕もね何か謎の人っているんですけど、会った時にあもう一番の謎やと思います。その大悟さんのやつが、このこれを3枚と、まあ、ブックですね。はい、これはやっぱり、まあこれなかったらというか、これはやっぱり、ね、僕これもしくは DM を個人この公募でやるんやったらこれで、僕これ使ってました。今回のこの冬のポートレートというのをこれでデザインしたいなと思います。一応それ3本ですか。うん、そうそう、ああ、分からへんかったわ。もうとなんかこれ本当もこれ頭のやつも撮ってるんでしょ。頭に普通にやってるやつ、初めからこれこれを狙ってやってたんですか、この目のところに。いや、それは違います、ね、うん、普通のやつも。はいはいはい、これはね、やっぱりほんであとレイアウトがね、もう口うるさく言われてるんですよ、こう並べるの。それがね出てました、こうすごい、うん。ただこの本を本と思わなくて、こういう展示方法や思ってますよ。これもね、カバーをかけたままやったんで、はい、カバー取っといたらよかったなと思うんですけど、まあ全体のバランスで言えば、なんか一番。だから、その、実は、その、はい、学問が全部、顔隠れてますよね。はい。で、本だけ顔出てるんで、はいはいはい。それで、僕は、やってみてたのは、こう並ぶと、本を読むんじゃないか。あー、まあ最後の本にね、いくつは全部そこまでから。ああ、普通はねこれ手に取ってほしいです。やっぱでも作品触ったらあかんと思う人多いんで、多分だからこのケース僕が外したやから、ね、外した外したで、ね、何外すとんねんって言われそうやからケース入れたもんですよ。でもまあこの流れは良かった、ある意味すごい正解ですよ。多分一番ここから見て次こう見ますもん、ね、でこれだけ見えたら、うん、開けるんじゃないかなと。はい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 、そうなんや、よすごいなあ。あ、斉藤さん来ました。まあ本当もね、ポートレートって結構多分これがなかったらこれとこれとこれやったらね結構ね問題作になっちゃう。顔がねないっていう意味で、うん、いや、でもまあなんかこう冬のポートレートっていう意味で言えばこれもねススキ映ってるんですけどすごい冬感強い。これ何の服なんですか。それ裸ですよ、多分。え、首のところになんかこう、それは加工して、なんていうの、うん、樹脂製です。え、それな、たぶん、結構薄いなんか服着てるんじゃないんですか。ゴムです。ああ、これなんかそういう薄い、だから、うん、直接モデルの体に接着してある、うんうん、ボンドで、うん、え、だからそのそれは、うん、そういうなんていうか、はい、特殊メイクをしてる知り合いがいまして、ああ、はいはい、あ、これボディにで作らせて作ってもらったんですよ。あ、でそれを、うん、モデルさんの体に接着して、うん、ボンドですね、うん、それをそういう水色のボンドがあるんですよ。あ、そうなんですか。パースを、あ、はいはいはい、それで、うん、それだいぶ時間かかって、それ結果までしたね、うん、これだそれ、うん、タロだったかな、うん、12月めっちゃ寒いです。頭に山奥で撮ったんですけど、うん、
まあ、これ凍えてるんだよね、こうちょっと縮こんでるっていうか、なんか、うん、2時間ぐらい裸でしたね。あ、ほや。気をつけて、つけてる間。あ、そうか。なんか、あ、そうか。一応ね、なんかね、ちっちゃいストーブがあって、はいはいはい、はい。それは耐えてましたし、ね、それは、メイクしてるとこが、うん、ガーナのとこだった。はい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 。これも聞くのはわからないです。僕なんかね、薄いなんかこうそういうの着て、こういう首にこういうのが、まあコスプレじゃないけどあるんかなと思ってたんです。直接書いてると思わなかったですよね。でもまあ僕今回は一番小さいこれが一番良かったです。これいや今まで大吾さんの写真っていうのはまあトミーを撮ってる、まあなんか折り込み済みなんです。これとかトーンとか。でこれもトーンとして織り込み済みは僕なんで、でもこれは新しいなと思って、今までないなと思って、トーンもちょっと違うような気がして、これだけ。これはどんなイメージですか？イメージ？うん、これなんか刺さってるやつ、矢が。それは、うん、矢じゃない、影響的なステッカー。あー、はい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 。これは何、たまたまなんですよ、こういう絵をラフ作って。まあ、それは、うん、たまっていうか、まあ、それはだから用意してて、うんうん、だから大体のイメージっていうか決まり事っていうのを決めて、うんうん、で設計図みたいなのを書いて、うん、ラフを描くってこと、頭の中でね、ああ、はいはい、それで守らんとやるっていうか、うん、守らんとやる現場で変わることを楽しんでる。そうですね。だから頭で描いた通り撮るんじゃなくて、それがこう、うん、いやだからしっかり決めて守らないっていう、うん、一番いいかなって思う。あえて守らないですか？守れない、守らない、守らない、守る必要も、うん、あ、そんな精密な、うん、撮影じゃないし。でもまあ中にはもうラフ通り撮る人いますね。これがなんていうか、なんだろう、なんかの、なんでもいいですけど、うん、なんかの衣装の写真とか、はいはい、なんかの商品の写真だったら、はいはい、お前写ってへんやんけって思いますけど、別にこれ俺の作品なんで、うん、別にいいように書くのがいいな。あ、ほんでもなんか、ね、まあまあいろいろなんでしょうけど、そのっていうか、あの、うん、逆にビジョンが変わる瞬間が一番面白いですよね。うん、で、うん、多分僕が思ってたことより、ボール投げてみて、うん、お客さんと一緒にボール投げてみて、うん、遠くにも地震が地震だったら、うん、お客さん使う意味なんか、うん、わけですし、うん、でもモデルによってはこう髪の毛割れてるから嫌で言うんですよ。それどうなしてる、どうなしてる、割れてたら嫌だから使ってほしくない言われたら、うん、いやだからなんかこう作品って半分カメラマン半分モデルっていう考えもあれば、うん、全部カメラマンであるっていう考えもあれば、全部モデルやっていう立ち位置もあるわけですよ。あ、そのパーセンテージは、でも、うん、僕の映画なんで、うん、監督の言うことは聞いてもらう。もう100を己ってことですか？いや、100を己っていうか、うん、100出してもらって、うん、100を出しますよっていうことですね、うん、はいはいはい、100出してください、うん、で、僕も100出します、うんっていう、で、うん、だからめっちゃある意味、めっちゃいい意味でいるか悪い意味かわからないですけど、めっちゃわがまま、そうわがままっていうか、いや人によったらなんかこうモデルのために撮ってる人もいるわけですよ、うん、それ僕悪いとは思わないけど、うん、私自分の作品のために君協力してっていう人もまあこれも正しいと思うんですけど、その割合なんやな結局その、うん、でそれはどこ別にどれが悪いわけでもよくでもないんやけども、だから第五スタイルっていうのは自分、いやそういうの、うん、なんていうの、監督と女優の仕事は違うでしょ、うん、
だから結構口うるさく演出するってことですよ。そうなんでしょう。モデルをあんまり自由にさせない。いや、自由にさせない。思うんですか。でも、ダメ出しするんです。あの、やりたいと思ったことは、うん、全部やってください。うん、はいはい。ダメ出しっていうのは、うん、セレクトするから、うん、ダメ出しする必要ないですよ。あ、後で選ぶ、選ぶ。まあ写真ってそういうものやからね。映画みたいに始めるから俺今繋がっていないので、写真その一瞬だけ正しいものがあればもう OK。 それでいい。うん、はいはいはい。でもこれ見ただけすごい放送力、うん、すごいなって思いましたけどね。やっぱりこうしようっていうことを考えるわけですね、うん、でそれをその形にこう持っていくのが素晴らしいなと思います。まあなんか一番わがままな写真やと思うんですよ、今回こう展示してるけどね。うん、だからある種なんやろな、あの広金さんと対極にある世界だと思うんですよ。まあ本人はなんか髪の毛割れてるとかわけわからず言ってますけどねでもその被写体のよが持ってるなんかこう何やろな、すごいなんかこう自然にこうなんかあるがままのものを取り入れようとするんだけど、大悟の場合はなんかこう違う何か価値与えて、だからだから同じ小道具でもこのこれとこれはまあ使い方みたいな。多分大悟がこっちのさっきの広亀さんのこれやってたら、多分ね顔にぐるぐる巻きしてたと思うんですよ。目隠してたと思うんですよ。使い方を違うことにしてるんちゃうかな。反対にね、さっきの広亀さんがこれを取ったらちゃんと頭につけてたと思うんですよ。いや、それは分からない。あ、分からない。僕もやってたかもしれない。はい、それは。だそこが面白いなと思って。だからどっちが言われるんじゃなくて、なんか N 曲 S 曲だけど全然ちゃうんだけど、なんかこう引き合うというか。ただまあそれをモデルはどう思うかやね。うん、なんかどこに立つかで。だから大悟はその代わりすごいモデルを選ぶし、向こうも選ぶし、こっちも選ばなきゃいけないようなとこあるって思うからね。だからまあなんかこう会えばすごいけど、会えんかったら最悪なコンビになるなっていう。で最悪なこともあるんですか。いや、え、ちゃうやんみたいな。モデルによってでもね、結構多いんですよ実は。ん、何が何が言ってくださる。ああ、はいはい、うん、まあ金の世界に染まりたいっていう人もいるでしょうね、うん、まあどうなんかな。え一応俺モテんで言うので話終わってるような感じ頼まれたら考えますけど、うん、一応でも自分の世界観以外は取らない。この人の使い方を考えた。ああ、だから使い方っていうのは、うん、この人を自分の中でどういう風に使ってあげれるのかなっていう、はいはい、だから、はいはい、無理やりだから、うん、まあ自分の世界に引きずり込むわけじゃない、うん、全然それはないです。だから、ね、意外とモデルありきだと思う。あんねや。ますね、多分。それ意外な発言あると思います。思いますか。なんかその人見た時になんかバッとイメージが出てくる。いや、この人にだってこう、うん、馬乗って空飛ぼうと思っても無理でしょ、うん、でも無理やり空飛ばすタイプ崖の上からそれそれはだから一瞬飛んだでしょみたいな。それはだから僕は飛べると思ったんじゃないですか、その時は、うんうんうん、という感じですけど、はいはいはい、だからそのあれですけどね、僕だから脱ぎなさいとか言いませんけどね、うん、え、何それは勝手に脱ぐんやよ話。いや、だからその無理なことはあんまり、うん、でもなんかやっぱり色強い人やから、だからそういう言いながら結構自分の色に染まってしまうんだよね。結構なんか白米もガーリック入ってるような感じですよ。あれ、なんか大悟の匂いするやんみたいな。そこは自分が持ってる匂いは別にすると思う。それやったら素晴らしい。うん、いや、ある意味君何とっても君の匂いは感じるっていうの、うん、で言えばやっぱり自分のなんか考えてる世界となんかこうね同調する世界が常に立ち上がってるから。いいです
ですね。うん、その中でもこれはだから僕は新しいな。今まで見た中ではまた違う系統が出てきたかな。これまあシリーズかどうかわからへんけど、またちょっと見てみたいな、これの。まあシチュエーションが一緒っていうわけじゃなくって、うん、どうしてもね僕の方がねやっぱこのモノクロの時結構強いこのなんかこの感じとこっちのこのトーンはこっちですね、うん、これもう第5トーンとしか言いようもない。で、ほんで来月ちょっと告知しておきましょうか。ああまた自慢話しておきましょうか。台北でしたっけ。来週ですね、3月の10日やったと思うんですけど、はいはいはい、あの台湾、はいはい、台湾台北、はいはい、台北市で、はい、あの個展がすごいな。すごいな、海外進出やん。あるんですけど、はい、まあ、それまだ写真送ってない。送ってない。ここでこんなんほんまやってる場合ちゃうと思うよ。いや、もう、うん、決まったな、はい、だって2週間ぐらい前やった。ああ、いや、ほんでもまあね。マリモンを送るしかない。まあ、それはしゃあないです。しょうがない。でもまあ、向こうになんかね、知らまり向こうでなんか人気爆発してね、向こうでなんか暮らしてるかもわからない。それは。はい、まあ楽しみ、まあ、言いながら僕は行けませんけど、ね、でも行くんでしょ。いやそれも決めてないし、いや行かんと分かるんですよ。あの安いあのパック旅行の中で行って、ね、とりあえず、ね、どんな感じか、はい、向こうの、まあ、反応じゃないけどちょっと行くのもいいんじゃないですかね。ほんで、DAIGO さんの後にどうだ、寝てました。いや寝てないです。あ、キャラ濃いな。杉本さんです、はい、杉本さんのカタカナ表記でした。いや、最初全部漢字で書いて、はいはい、画数が悪いって人に言われたから、はい、名前だけカタカナに変えたんですよ。なんかあの見た感じと言うてることちょっと違いますよ。こんなん全然気にしない。いや、ちょっとね、あまりにもあかんらしくて。ほんまですか。すごい、もうどうしようもない名前。もうこれ以上悪いのはないよって言われて、はい、で今度カタカナに変えて、はい、半年ぐらい過ごしたらこの間ね、はいはい、この画数は女で苦労する。あのどっち行ってもダメって。もう女で苦労する方がいいんじゃない。いや、で、あんま苦労したくないなって思ったんで、はい、この間から全部カタカナいっぱい。ああ、なるほど。そのちょっとキャラとは違う人の撮った写真が、これちょっとよりがちょっとね、テカってしまってるんですけど、これとこれ。うん、どんな感じですか。まあこういうのがずっとしたいなっていう気持ちはあった。なんか言葉は変やけど、なんかファッション、昔のって言ったらまだ語弊あるからですよ。昔僕が見たそのファッション誌のなんかこう、例えば口紅の宣伝やったり、昔のそんなイメージ強かった。だからそういう昔のそういうの好きやったんだな。まあ僕は結構そういうの好きで、なんかトーンがそんな感じにしますよね。ずっとそういうのに憧れてたみたいなのもあったんですけど。え、イタリアンボーグとか好きやった。いや、ボーグはイタリアンボーグじゃないとはボーグじゃないですか。あ、そうなんですか。とはまあカラーじゃないんですけど、はい、ヘルモント・ニュートンとか、はい、ヘルモント・ニュートンはそんな隠す気にするようなキャラじゃないですか。ちょっと言うとかあると、ヘルモント・ニュートンと隠す気にする人がこう重なるとちょっと問題になる。メイクそう。ああ、はい。だから強いのは好きなんです。強い、ね、濃い影のが好きなんですけど、はい、まあ、何の言われか、ナチュラル系で爽やかな写真撮る人みたいな、ね。いや、僕もこれ見たとき、ああ、すみません、ちょっとまだ。違うなと思って、なんか柔らかいの多かったですね、はい、モデル、先で言う話がモデルさん寄りに撮ってるっていう。そうですね、はい、そのモデルをこう自分の世界にねじ込まないで、
ていうのが多かった。割とこれねじ込んでますよ。これはねじ込みましたね。ねえ。で、まあ本当は、うん、僕も実は結構殺学はすごい画面に行く方だったんですけど、はい、今回こう書いて、はい、現場に着いた瞬間に、はい、なんかそれ2枚ぐらい、2回ぐらいしちゃったりして、はい、動かないなって思っちゃって。どれですか、上の。いや、全然違う。ああ、シチュエーションが違うんですか。はい、それで、まあまあ思わないし、うん、他のも撮るかみたいな、はいはいはい、その場でして、はい、ちょっといろんな角度からガタガタ撮ったら、うん、まあこの大きいのが、はいはい、唇がかっこいいなって、はいはいはい、そのかっこいい唇を、はいはいはい、どう撮るかみたいなんで、はいはいはい、あ、いろいろちょっとずつ変えたり、はい、変えてもらってとか、まあ、これ確信犯ね、この、うん、メロ出してみてって言った時に、はいはい、かっこいいね、これで誰が映ってるかすごい分かりますよ、この歯みたいな、まあ、ね、7枚言わないこの歯で、はい、あ、あいつかみたいな、また出てるやんけみたいな、かけてはならない、はいはい、あんまりもう言わないですけどね、はいはい、え、ほらこの延長線上でこっちもあるそうですね。で、一応まあ、はい、自分の中に物語的なものがあるっちゃう、はいはいはい、この3枚がその、うん、感情論的なことになればいいな、画数じゃないですか、ね、はい、画数はもう終わりです。全部カタカナになってるのが良くなったのか、はい、結果はまだ売れない。でも全然なんか前はね、なんかすごい爽やかな写真、はい、しか僕見てなかったから、まあ、反対にね、片割れじゃないけど、一緒にやってた人がかなりディープやったから、余計になんかこう、ね、イメージがそうつけられてしまうじゃないですか。爽やか部分だけが一人歩きしてるんですよ。そうですよね。そうと、これはなんか全然、また毛色違いますよね。うん。これ、あれはあれでもちろん楽しい部分だったんですけど、うん、まあなんかどちらかというとそのなんかモデル写真でいう、まあファッションほどに近いですよ、こっちの方がね。ってことは今後もこのラインでなんか、いや、なんか多分なんか思いついたら、はい、違うことにしたいし、はい、これ全部ストロボですか。はい、あ、はい、噂のフラッシュベンダーっていうやつ。フラッシュベンダー、はい、大好きなはい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 、はい、なんかね、フラッシュベンダーと、はい、うん、まあ、そのなんかフラッシュベンダーとアンブレラって、はい、こうしてまして、はい、これはアンブレラですか。はい、あの、で、白の大きいのできたら、はい、右側はフラッシュベンダーを補足して、はいはいはい、で、それだと、はい、なんか真っ白けすぎるっていうか、タブとレイヤーができすぎる。で、弱すぎるんで、髪の毛の、はい、左側のちょっと出したから、はい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 、アンブレラを逆にした。ああ、光らさないで、そのまんま。ああ、そうなんで、はいはい、まあまあ、思った色がすぎるような、はいはいはい、したりなんかしない。ああ、はい。僕は個人的にこの左側の感じ好きなんですけど、この、これで、この右手ですか、これがなかったら僕100点あげるって思ったんです。右手？この手が。上げてる、この手やらくってこの顔のこの髪型とこのラインがすごいかっこいいなと。ただこの手がなんかね、だから眠たい人になる何パジャマ着とんねんみたいな感じでもこの髪型とこのライティングはこれはめっちゃいいなと。僕だからここは真っ黒になってたらほんまに僕は好きでした。でもまあ杉野さんそのかっこいい路線でいいと思う。なんかだからね、その自覚も気にせないで、もっとロックでいいと思う、キャラ的にもね。リアル次元とか言ってるわけね。今日は几帳面でやるやつ。几帳面ですよ。ねえ、ちゃんと脱いだ服畳むタイプ。もうめっちゃ畳むんですよ。ね、しかも半年に1回ぐらい、向こうは半年に1回タルトがなんかしてます。もうめっちゃもうあんま言わない方がいいじゃないの。はい、そういう杉本さんの後に、広田さん、ちょっとね、ヒルタオブジョイというのはうちでも
あの街の写真とかそういうのも結構出していただいてるんですけど、来月でしたっけ、再来月でしたっけ、東京閉店、まあ、閉店東京行っちゃうんで、もうほぼこれ最後ぐらいですね。いや一応また大阪を探せる。あ、ほんまですか、はい、そのヒルターブジョイというか、ちょっとねこういう、あのなんかすごい、まあまあ闇って言えばもう話は終わっちゃうんですけど、すごいデリケートな写真ですよね。全然冬関係ないですよ。ニット着てるじゃないですか。あ、これ。あ、あのこれですか。あ、あ、はいはい。藤本さんにも言われたんですけど、はいはい、どこ見てんだっていう話で、ね、はいはいはい、まあでもまあニット着てるので、はいはい、一応冬かなって。はい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 。まあ、だから11月終わりぐらい、ね。はいはい。はいはい、まあ、ね、普通にラブ。これラブホなんですか。僕この人のこの人に家かな。家そんなさっぱりした家はなくて。これラブ、そうなんですか。全然その方に見なんかある種見えなかったですね。なんかある種なんかそういう、うん、なんなんやろな、この人の家なのかなと思って僕は見てましたけど、違和感なかったね。うん。これは10月くらい。10月終わりぐらいですか。ああ、これでね、8月でこれ。いやいや、でもまあ、なんていうんですか、これこそある種ドキュメントというかスナップですね、ある種ね。だからドキュメント、この子10年ぐらい結構知り合ってて、はいはい、写真自体も結構8年とか9年ぐらい撮ってるんですよ。あ、そうなんですか。だからずーっと撮ってて、はい、え、まあ、この時はいくつ、まあ、いや、まあこの子は去年だからその36とか35とか、あ、結構な、思うほどの上なんですね。20代半ばぐらいからずっと撮ってて、はいはい、だからまあコミュニケーションも割とずっと、はいはいはい、行くと飲みに行ったりとか東京行ったりするともたまに飲みに行ったりとか、はいはい、で結構話しながら、まあそんなんでたまに撮ってくださいって言われると、あ、じゃあ時間があれば撮ろうかみたいな感じで。ジョイだよ、カノじゃない、言わないです。いや、まあ、あんまりもうあんまりそういうこと言うとあれですね。ただそのプライベート感はすごい出てるなと、だからまあ、だから逆に言うとそ長期だから撮れてる、長期で撮ってるからっていうのはなんかこう、うんうん、だからまあ、馴染んでる感じ、馴染んでますよね。だから何こう何ですかね、ほとんどこの人しか実際は撮って、まあまあ、あまり撮ってないにしてるから、うん、まあ、どっちかというとそういう、本当に撮ってドキュメンタリー的に、ずっと長期的にこう撮っていきたいなっていう人なんですよね。彼女は言わない。あ、でもまあ、なかなかね、ポートレートでそんな長期撮っていくっていうのは難しいんですよね。何年も撮るっていうのはね。モデルさん自体が、はい、いらっしゃるでしょ。そうですよね。ある意味モデルさんじゃないですよね。ね、モデル業をやってるわけじゃないんで。でも結構魅力的な人ですよね。うん。モデル業やってないわけじゃないっていうのは、業としてやってないけど、要は撮ってほしい人にだけ人だけで撮ってもらうみたいな。でもすごいなんかね、すごいピュア、ピュアが怖いんですよね。すごいピュアな人やなと思うから、なんかこう。撮る方もなんかある意味凛とせんとダメな感じ、ね、まあ逆にこう彼女ですかって言われるぐらいがちょうどいい感じのなんかなんか、ね、何反応みたいな。いやいや、まあ、そういうのがなんかいや、だからね、そういうある種そういう恋人写真じゃないけど、まあ、そういう風に見れるっていうのは素晴らしい、結果的に素晴らしいわけです。多分ね、そうじゃないとね、この顔撮れないよ、こういうの。まあこれはちょっとなんかあの拗ねたり顔しますけどね。いや、ほんのも、まあ、ヒルタさんが人も何回か、トミーでも出してましたもんね、ええ、何回か見た中で一番僕好きです。はい、これは、まあ、なんかこういう、まあ、だから僕はだからこれ、彼女の家と思ったぐらいに、あのプライベ、いい意味のプライベート感もすごい出てて、すごいいい写真やなと思って、はい、なかなか、やるなっていうことですよね。なかなかこういうジャンルもいけるんやなって、結構幅広いですね。はい。いやいやいや。彼女東京ですね。この子は東京ですね。あ、毎日撮れるんですね。毎日撮らせて。いやいやいや。そして、今日ちょっと来られてないんですけれども、タカさんです。3枚だけなんですが、これとこれと。まあ、この
あのフードがなかったらこれもあの冬っていう感じはしないんですけど、まあこれがあのそんな感じで、この場いつも高さんが思うんやけど、この場所が結構いつもなどこやねんって僕いつも思うんですよ。なんか、うん、なんかある意味そういう意味ではどこでもいいっていうか、ロケハンちゃんとしてるような感じで、この場所なんかなかなかないですよ。うん、高さんもどっちかというとドキュメンタリーとか、まあ、スナップに近いあの人の写真が多い。今回はちょっと仕事でこれなんで、足立さん、足立さんもうちょっとだいぶ時間押してますけども、足立さん、はい、すいません、もうちゃっちゃと終わりますから、はい、足立、今回足立ズームじゃなかった、いやなんですよ、キャプテンは僕は普通ですよ、竹そこおひろみちゃん座ってますよ、いや僕も会いました、嬉しくて、はい、アタチズムの、はい、女王ですね、もう持つことないでしょ、どうなって、安定、どんな感じですか、安定、安定ですよ、安定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 ですか、安定、安定ですか、え、安定って、あ、モデルが安定してる、僕も安定してるんですよ、あご卒なく自分で行きます、はい、なくこれね、結構これ人気ありました、あ、そうですか、うん、この背景、僕も背景がいるのが人いや、こんなやつ殺されますね、まあ、はい、ただこれね、プリンター買って2回目ですもんね、そうですね、すごい追い込めたね、まあ割と簡単なのかな、またなめとるまた写真なめとるわいやいやいや、ほんのモノクロなかなかねプリントするの難しいですから、ほんまにハイライト飛ばさずシャドウ潰さずっていうコンセプトでこれネタしてるんですよね、それはもちろんさ、はい、もうこれモデルさんの力に頼りすぎやね上手ですよね、いやこれ誰が撮ってもこれじゃない、まあまあそうですよね、ね、お任せで、なんかやっぱりまあいいもん撮るといい写真出来上がるっていうのがこういい見本ですよ、ね、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、いやこう立ち位置とか角度とかね、はい、これもう本人分かってますもんね、まあ、もうそうなんですよ、はい、今切った坊や切ったこんな感じですよ、もうひしひし分かるだからある種いい勉強させてもらったっていう感じ、まあまあそう、だからどうしていいかね、分からないモデル取るよりはある程度こうリードしていってもらってるんですよ、で僕の入門ですもん、初めての方のモデル、あ、そうなんですか、そうなんですよ、何年ぶりと、これは4年ぶりですよ、もう10年の付き合いですよ、あ、ほらこのモデルさんはもうベテラン、まあ女王、大ベテラン、大ベテラン、あ、フリーのモデルさんの応募者ですよ、はい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 、なんかまあね、モデルの持ってるその厳しさじゃないけど、なんかこう凛としたものを感じますよね、そうですね、うん、ただね、この写真ね、チャック開いてるって何人か言われますよちょっと見えてるでしょ、チャックね、もうちょっとね、うん、あとボタンも邪魔ですね、これ本人分かってるんですか、チャックちょっと消え、お説教部屋連れていかれてないですよチャック開いてたら、なんで消さなかったのよって言われないです、でも今回そのあるがままにやってるんですよね、このボタンというかこの、ああそれもそうですね、うん、消したりなんかっていうのはあまり僕はしないんです、あえてあるリアリティ、そうですそうです、現実とってますよね、まあ、ちょっと肌を少しだけ、ね、うん、はい、まあまあある種お前はオーソドックスな写真やから、なんかもうちょっと冒険を今度は見せてほしい、その冒険したかったんですけど冒険否定されたんですね、うん、いやだから向こうも怖いやん、ここ他の人でやってくださいって、そうでしょ、まあだからこれ多分ほんまに誰がとっても一緒っていうのはまああれなんですけど、嬉しいですね本当に、え、いやいや、だからそれをちゃんと撮れてるのはいいことですよ、っていうかトーン出してる、うん、あの僕でも彼女モノクロ似合いますね、でも意外とモノクロは撮られてないじゃん、あ、そうなんですか、彼女初めてのモノクロが僕でした、ね、あ、そうなんですか、小札の中で、あ、ね、あ、でもこれも寒い時撮ってるんですよね、そうです、もう1月ですか、そうだ、すごいプロ意識高いですね、特に寒い日しかないね、これ、これ、これなら寒いですよ、寒いですよ、地面、はいはい、
天気悪かったんですよ。あれそれは良かったんじゃないですか。いやでももう撮影が結局もう半あの中途で終わりました。あ、寒すぎて、うん、もう雨で。でこいつそれも炊いてるんでしたっけ。炊いてます、炊いてます。どれ炊いてるんですか。え、全部炊いてますよ。え、これも、これも炊いてます。これも頭の横から炊いてます。え、もう鈍天ですからね。光ってなかったですよ。ってあ、これちょっと影出てるよね。出てます、出てます。あ、でもなんか控えめに、あの、まあ、補助光でやってますからね。ね、あんまり当てすぎないようにしてます。あるしね、その辺は意外にテクニシャン。いやいやいや、あのデジタルのモノクロの方がいいですよ。もうフィルムやめたもん。もうその1週前の話しますか。いやもう蒸し返しますから、ね。いやいやいや、まあ、2時間説教されました、ね。いや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 、まあ今回足立さん あのストップ安の株価がちょっと上がりました。そうですか。いや、あの、あ、いいな。いや、モノクロ綺麗に。もうブラックマンデーでしたもんね。いや、綺麗に出てる。本当に。いや、やっぱやればね、やれるの。いや、ありがとうございます。ほんで、あのその隣に僕は3枚だけ出したんですけど、僕もそんな冬関係ないです、まあ、とりあえずフードの写真があって、よかったなと思って、でこれは、まあ、無理くりフライヤーに使わせていただいた写真、ちょっとレタッチ変えました。画面がでかくなるんで、やっぱりね、荒れてるとこがあるんで飛ばしました。まあ僕は今回この写真が一番僕の中で、僕のなしたんだけど、これだってこれをね DM したらえらいとばちり食らうでしょ。これ DM したら多分来ないと思うんで、あのでも僕はこの写真が個人的に今回撮れて、あの一番良かった。本人見ましたか。あ、本人今日来ましたよ。私いっぱいで嬉しい言うて、あ、アホみたいなこと言ったよ。ほんで僕の隣が、斉藤さんです。あとは斉藤さん、今日ね斉藤さんとフェイスブックでつながってる名古屋ですよ。これはほんで会ったことないんですよ言って、はいはい、ちゃんと言ってみましたから。あ、見たら怖いですよ。はい、あのはい、もうちょっとはい、はい、あの運び屋でしたっけ。あ、そうですちょっと今運び、はい、斉藤さんのやつが、3枚。そうですね、まあもう大悟も言ってましたけど、もう安定の写真やから、最近の最後の、ね、もう坪心で、これ本当もこのモデルさんのイメージちょっと違いますね。そうですね、あるよ、うん、みんな最近ねよう撮ってる中で、この顔は見たことない。はいはい、それがね最後ね、はい、あの前日でしたかね、はい、あ、前日に差し替えたんですかね、はい、ああそうです、ね、当時ですかね、はい、当時これもういつもなんか、え、厳しいこと言うたんですか、撮ってる時。いや、こいつ遅刻しよったんで、1時間、うん、もうとりあえずモデルこいつ弱いですからね、あのしよったんで、ほんで、はい、とりあえずお前もう前日なしで本番やねんでこれ今もうピー入れないからいやいやいや、もう大丈夫です。いや、それで1時間で、ね、ああ。はいはいはい、ちょっと気合い入れて、ああ、だから、ね、困ってこの顔になったんですよ。怒られてるからね、怒られてこの顔なんですね。ちゃんとあとは怒るから渡しましたけど、1000円です、あのモデル代1000円って、あのおかしいですよ、交通費込みでしょ。いやいや、お酒代ですよ。なんか2週目の方が来てるんですよ、ほんまに。いやいや、そりゃどんよりした顔してるわ。いやいや、優しい子なんだ。まあね、本人はいい子ですけどね、あのでもまあ、あの僕はこれは、あ、そういうのがあってこの顔になったんです。そう、はいはい、まあ、今回これ一番やっぱり自分が好きですね。なんか、うん、結構いろんな人撮ってるけどこの顔はないと思う。でもまあ、斉藤さんは黒バックで、あのシンプルに、あのこの前白バックでしたからね。そうですね、はい、今回黒バックで、まあやっぱりこの中では僕は、まあ、これをよう出してくれたな。ある意味これがあるから生きてますよね。やっぱ同じシチュエーションでずっとここに顔がね3枚4枚並んできてしまうと、なんかね、ある種こんな世界になってしまいますからね。
いや、悪い例えで出してるんです。でも僕はこれが続く部分をちょうどやっぱこの写真、僕のもあるんで、これが一番だいたいこれ1枚だとちょっと ね、 そうですね、ある種いいつなぎで、はいはい、でこのダッフルコートのこの止めるとこがすごいかっこいいじゃない。ああ、すごいですね、これは。いや、大悟に安定の斎藤で、あ、そうですか、はい、怖いですね。と一応ちょっと今日はもう長くやってしまいましたけど、これで一度、はい、最後安倍さんのまとめてください。総評全部一応会長でしょ、このビーチジャム選手みんな知らんかもわからないです会長、副会長ですよ僕、事務ですから会長なら今回冬のコーブライト、はい、歌ったんですよまあまあ、それそこをちょっと、まあまあね、でもまあ、ちゃんとこうやって冬に撮ってる人もいますから、4月まで頑張りましょう。4月はストロボですね。どんな感じでやっていきたいんですか。光らせてください、ちゃんと。スバルさん。なんか、スバルさん、間抜けな質問してくれてました、ね。スバルさんは、光ってる、光ってないもん混ぜていいですかっていうふうに言いましたよ、ね。真顔で言いましたからね。そんなアホなと思いましたけどね。まあ、一応ストロボはね、いろんなストロボあると思うんですけど、まあ、まだ考慮ない時期ですから、カンカン照りじゃないんで、なんかつないでいきます。一通りこうやって今日のオチしてるんですけど、なんか喋ってください。いや、今日も感無量。え、何が感無量なんですか。まあ、いろいろと感無量なんですけど。どうしたんですか。あんまり突っ込まないでください。今もう、いや、もう、感情で今もうちょっと涙ぐんでるとか。え、どうしたんですか。なんか再会した。そう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 。再会があったんで。ああ、再会。再会あったんで。向こうめっちゃ迷惑してる。大丈夫。大丈夫ですよ。分かってる。分かってる。もうちょっと繋いでください。まあ、この辺で綺麗な。え？まとまりました、綺麗に。いやいや、自分のことは言えない全体全体全体これはどうしていってんの、このジャムセッション。どうなんでしょうね、皆様。いやいや、だんだんちょっと変わってましたね。ヨッシーさんがだいぶブーブー言ってましたね。何言ってるんですか。なんかボートレートが増えてませんか、ね、あ、ビーツか。ビーツか。ああ、今年はね、ボートレートが主体でやるんですよね。はい、そうですよね。まあ、そうですね。ウエントワードしたの。え、それはなんか怒ってるんですか。まあ、笑いながらね。あ、笑いながら。だから内藤さんの流出とか、旅館さんの流出とか。いや、もう刑事ですからね。ああ、刑事ですよね。昨日もね、なんか救急車止まったとか言うらしいんですよ。まあ、なんか全く気がつけへんかって、あっちとか言うて、窓開けたら、車ひっくり返してる。僕ね、それすごいなぁ思って。普通そうなんですよ。そんな普通ながらわからないですよ、うん、なんかね、すべてね、悪に対してね、なんかね、反応すごいんですよなんかね、誰々がどうのこうの言うね、なんか悪党の懲らしめたい人なんですよね大丈夫ですか、今これ正義感めっちゃ強いんですよ。ついてきますかね、いや、めっちゃ正義感あるんですよ。なんか悪を全部もう撲滅する。いや、もうこれやってるね。はい、最後になんか戻した。いや、もうカムロいいです。はい、ほんだら、まあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。